勘違いしないでよね。あ、間違えた。早すぎた。よう、元気？いや、今日もいい天気でよかったね。あのさ、いやその、大した用じゃないんだけど、なんつーかその、なんつーな、ほら、あんたにはいつもうちの犬が世話になってるじゃん。だからさ、ほら、これチョコレート、うちの手作りだよ。てへへ。なあ、思ったんだけどさ、手作りチョコってさ、なんていうか化石に通じるとこあるよね。だってそうじゃん、ただのチョコだったものがさ、溶かして型に流し込んで別の形に固めたらさ、それがさ、いや、大して共通点ないな。うちの知識を生かして頑竹のある話をしてやろうかと思ったんだけど、失敗失敗。なあ、待ってんだから早出せよ。だから、その、代金を払えって言ってんだよ！物を買ったらお金を払う！これ社会の常識！は？いつプレゼントって言った？な、いつ？何時頃？ただなわけないじゃん！うちが頑張って作り方勉強して、手間暇かけて作ったものがただなわけないじゃん！勘違いしないでよね！ほら出せ！はよ財布を出せ！あんのかよ。じゃあさっきのタイミングで出せよ！畜生！もういいよ！じゃあ、あんたのと交換ってことで。じゃあね。勘違いしないでよね。